着物の着こなしや決まり事を取り締まる着物警察信州上田紬署。今日は一体どんなドラマが紡ぎ出されるのだろうか。ボス、おはようございます。いやー、信州上田もすっかり秋めいてきましたね。そうだなあ。ところで今日上田の街中で着物イベントが開催されてるそうだぞ。え、着物イベントですか？そこでだ、サムエ刑事にミッションがある。ミッション？何をすればいいんでしょうか？着物イベントのステージにいる着物女子を取り締まってきてくれ。え、ちょっと確認させてください。着物イベントにステージがあるんですね。そうだ。そのステージに着物姿の女性がいらっしゃるんですね。そうだそうだ。そしてその女性を取り締まればいいんですね。そうだそうだそうだ。わかりました。頑張って取り締まってきます。おい待て、サムエ。何ですかボス。着物イベントに行くんだから着物を着ていけ。あ、確かにそうですね。じゃあ着物姿に変身。と、あ、あれ、あ、間違えちゃった。もう一回、着物姿に変身。と、お、今度はバッチリです。じゃあこの着物姿上田紬でボス行ってきます。あ、これが着物イベントのステージだな。あ、誰かいる。着物警察のサムエ刑事だ。あら、サムエ刑事、久しぶりね。あ、あなたは失敗した女、着物ドクター X。 そうよ、だって私失敗しないので。決め台詞きたー。あなたを取り締まるんですか？サムエ刑事、ボスから事情は聞いてるわ。取り締まるのは私じゃないの。え、じゃあなんでこんなとこにいるんですか？私で取り締まりの訓練をしてみなさい。え、取り締まりの訓練？サムエ刑事、着物警察たるもの、取り締まりの現場を悟られてしまってはいけないの。スマートに取り締まるのが鉄則なのよ。スマートに取り締まるんですね。わかりました、やってみます。じゃあ私が向こうから歩いてくるからスマートに取り締まるのよ。はい、お願いします。着物警察だ、取り締まるぞ。もうサムエ刑事、取り締まりかマイナスじゃないの。もうダメ、全然ダメ。ダメですか。わかったわ。じゃあ私がお手本見せてあげる。お願いします。お、何ですか？サムエ刑事、これが着物警察の真髄なのよ。相手に気づかれちゃダメ、こっそりやるのよ。わかりました、やってみます。何すんのよこれ。だって引っ張れって言うから。そうね、私クラスだと訓練にならないかしら。ちょうどいいわ、あそこに通りすがりの女性が来る。あの人で練習してみなさい。え、ステージに通りすがりの人。わかりました、やってみます。何してんねんこの変態。来たサムエ刑事、この女性は私の後輩の着物ドクター K よ。やらせですか。でも訓練は合格よ。僕ビンタしかされてませんけど、こんなんで訓練できてたんですか？本番の相手は手強いから覚悟しておきなさい。わかりました、頑張ります。昼飯食べて帰ってきたけど誰かいるかな。あ、いた。こんにちは、マニコドス。
どうも、こんにちは、サムです。何か私の着物変ですか？いえいえ、そんなことないですよ。アンさん、着物警察どすな。え、どうしてわかったんですか？わかるも何も、さっきからあたいの着物の着こなしじろじろ見てるやないか。それは、着物の着こなしにおかしなところがないか調べていて。着物ってな、他人の着こなしのあらを探すもんやないのよ。着物の着こなしは十人十色。せやから花をめでるように人それぞれの着こなしの美しさを感じるものなんよ。そうなんですね。わてはな、ボスの直属の上司ビッグボスや。え、ビッグボス？実はな、ボスに頼まれてサムエ刑事の昇進試験をさせてもろたんや。そうだったんですね。でもこんなんじゃ不合格ですよね。サムエ刑事、合格や。うん、本当ですか？本当じゃありませんよ。シェサムエ刑事、合格や。え、本当ですか？本当や。じゃありませんよ。シェー。もう一回いきますか。もう一回いきますか。